Itete.
おい君、どこから入ってきた？どこから入ってきた？て。君は雛見様の住人か？住所と名前は言えるか？一応ここに住んでますけど、名前は前原圭一です。あ、住所は獅子骨市雛見沢村。本部、応答願います。本部、応答願います。402生存者発見。繰り返す。402生存者発見。場所は営林署入り口前。生存者は健在。全身に外傷を認められるも、生命に支障なし。自立歩行可能。これより保護し、本部へ送致します。すみません。何かあったんですか？君はどこにいたんだ？何をしていたんだ？ずっと山に入ったところにある吊り橋から落っこちて、河原で多分気絶してました。今日が何曜日かもよくわからないです。今日は昭和58年の6月22日、水曜日だ。改めて聞きますけど、何があったんですか？なんで自衛隊が来てるんです？何かの訓練ですか？より首相官邸で行われました。記者団からの自衛隊の災害出動が迅速に行われなかったことが、前例のない未曾有の大災害に直結したのではないかとの質問に対し、奥野官房長官は次のようにコメントしました。でありまして、県知事からの派遣要請を受けて迅速に対応したものと思っております、とこのように述べ、要請を受けてからの自衛隊の出動は迅速であった、むしろ県側の事態把握に遅れがあった可能性を示唆しました。そもそも自衛隊の派遣を要請した県知事は、災害発生から前例のない大災害であることをいつ認識できたのか、そして災害派遣要請までにいわゆるお役所的なロスタイムが生じ、被害の拡大を招いたのではないか、今後の究明が待たれています。首相官邸より報道部の尾形記者がお送りしました。さて、ここでもう一度災害発生からの行政の対応を振り返ります。
常に悔やまれています。この時点で警察か消防への連絡があったなら、事態はもっと改善されていた可能性が高いでしょう。少なくとも村全滅という惨劇は免れた可能性があります。近年市民団体によって指摘されていますが、議員待遇者との視察旅行は完全に親睦を目的にしたもので、酒宴三昧だと噂されています。近い筋の話では、知事は徹夜で飲んだくれて泥酔状態で就寝していたそうです。環境部長から電話があった時も泥酔していて、全く取り合ってもらえなかったのだそうです。知事は言うに及びませんが、知事不在時には本部長を務めることになる環境部長にも怠慢の責任が問われるでしょう。また県としても大災害を想定したマニュアルが用意されておらず、対応が常に後手に回ってしまったのが致命的でした。とにかく深夜の就寝中というのが不運でした。同じ災害でも日中に起こっていれば全く違ったでしょう。スタジオにはゲストとして火山性の災害にお詳しい地学博士の藤原先生にお越しいただいております。先生、このような恐ろしい毒ガスが突然湧き出すようなことはあるのでしょうか。火口部に限定して申し上げれば、決して珍しいことではありません。火山大国日本にはたくさんの活火山がありますが、それらの火口部はいずれも危険なガスの噴出する危険性があり、一般登山者も火口部周辺には立ち入らないのが一般的です。では今回日南沢村を襲った卵の不乱臭のするガスというのも、火口部では一般的なガスということですか。卵の不乱臭という特徴から、おそらく火山ガスの中でも事故例の多い硫化水素によるものだと考えられます。高い濃度であれば非常に危険なものです。日南沢村は火山の火口部と全く縁遠い場所にあるわけですが、そういった火口部でない場所にもその硫化水素が発生することがあるのでしょうか。詳しいことは分かっていないので、まだはっきりとしたことは申し上げられませんが、外国の例で温泉の地下のマグマだまりからガスが噴出したという記録があります。極めて希少な例ですが、必ずしも火口部でなくても発生の可能性はあるということです。先生、ありがとうございました。今防衛庁から発表があったものです。防衛庁の森川さん。はい、防衛庁です。先ほど防衛庁は日南沢村ガス災害の主原因となった火山性ガスについて、陸上自衛隊科学学校での分析の結果、二酸化炭素と硫化水素の混合ガスによるものだったと発表しました。森川さん、そのガスは依然として噴出を続け、周囲に拡大しているのでしょうか。現在日南沢村で救助活動に入っている自衛隊第9師団の報告として、ガスの濃度は徐々に薄まりつつある。これ以上の被害の拡大はないと発表しました。
ですが依然日南沢村地区は危険な状態にあることには変わりなく、今後も注意深く監視を続ける必要があるようです。防衛庁から報道部の森川記者がお伝えしました。続きまして、避難を余儀なくされている沖宮地区住民の模様をリポートします。現在避難所の一つとなっている下篠崎小学校に報道部の現地記者がお伝えいたします。何ですかそれ。大丈夫だよ。具合は？歩けるかい？歩けます。あ、痛っ。外傷多数。骨折もしくは内臓損傷の可能性大。頭部に大きな裂傷、瞳孔正常、眼底に出血なくも脳内損傷の可能性は否定できず。意識が喪失したぞ。患者の名前を呼びかけろ。早く。前原君、聞こえるかい？聞こえるなら瞬きでいいからしてくれ。前原君、前原君、前原君。呼吸が停止したぞ。
人工呼吸。絶対に行かせ。畜生、畜生。これ以上死者はごめんだぞ。死んでもいい命なんかないんだ。殺すな。
なんだか録音されてると思うとすごく喋りにくいですね。気にしない気にしない。ほら、こうすれば録音してるのも気にならないでしょ。じゃあ始めるね。まず最初の質問から。ケイチ君はあの大災害の夜どこにいたのかな。神社から裏に抜けてずっと林道を進んで、吊り橋があるんですよ。山に入る少し前に、そこから落ちて気を失ってました。それは大災害の夜、つまり21日から22日にかけての深夜のこと？いえ、21日の火曜日の朝です。それで次の日の昼間に目を覚ましたわけですから、1日半はそこで気を失ってたと思います。どうしてそんなところに？誰もが持つ疑問だけど、当日は平日で、しかも落ちた橋は君の家と学校からは大きく離れているよね。ざっくばらんに言って、君が大災害の発生を事前に知っていて、村から逃げる途中に吊り橋から落ちたんじゃないかっていう声もあるんだけど。冗談じゃないです。勝手なことを言わないでください。私も随分ひどい言い分だと思うよ。気を悪くしないでね。さて、次に圭一くんが落ちたという吊り橋なんだけど、地図で言うとここだよね。神社の裏から林道を抜けて至る吊り橋というのは。多分、俺もあんまり行かないところなんで、自信はないですね。そんなに行かないところに、どうして平日の朝に行ったのか、疑問は尽きないけどな。それで、この君が気絶していたという河原なんだけど、実はそれはありえないという噂は知っているかい？ありえない？またありえないですか？またまだ。どうしてありえないと？火山ガスが発生したのは鬼ヶ淵という沼なのは知ってるよね。それで学者の先生が緻密な模型を使ってシミュレーションをしたら、興味深いことが分かったんだってさ。例の火山ガスってのは空気よりも重いらしくて、地形に沿って低いところへ低いところへ流れ込む水みたいな性質があるんだってさ。それで発生源の鬼ヶ淵沼からそういうガスが噴出し、どれくらいの時間をかけて村を覆うのか実験がされたんだ。そしたらさ、君が気絶していたという河原に流れ込むんだよ、ガスが。よく言ってる意味がわからないんですが。つまり君が本当にこの河原で気絶していたなら、君は丸一晩猛毒の火山ガスの中にいたことになるんだよ。だからつまり君がここで気絶をしていた可能性は否定されたわけさ。もっとざっくばらんに言うよ。私はね、君が嘘をついているんじゃないかなって思うんだ。君は大災害の時、安全なところに身を潜めていて、ガスが薄れた頃合いを見計らって村に現れて自衛隊の人に保護された。どうかな。図星かな。別に仮にそうだったとしても、俺は今更驚きませんけどね。驚かないとはどういう意味だい？あんたもさっき言いましたが、ありえないって。
の津波だが、ありえないことなんかいつだでも起こるんだ。あそこでいないはずの場所に人がいる。死んだはずの人が生きてる。そんなこと珍しいことじゃないんですよ。まさか俺自身が死んだはずなのに生きているってやつを立証しようとはね。じゃあ、ケイチ君、話を変えるよ。あの大災害が、雛見沢連続怪死事件の5年目のたたりではないかという話についてはどう思う？いや、それはないですね。5年目のたたりは俺ですから。え？ははははは。何のこと？何のことって、あんたの話に対する答えですよ。あの大災害は、まあ、言っても信じないでしょうけど、俺が起こったんだ。俺がね、こんな村、丸ごと死んじまえって願ったから、起こったんです。そりゃ、豪快な話だね。豪快？そういう面白い言い方もあるんですね。高野さんも俺が殺したし、監督も大石も俺が殺した。あの時の俺にはね、何か神がかり的な力が宿ってたんですよ。そう、例えるなら足音かな。足音って、なんだいそれ。あんた、足音を聞いたこともないんですか？ペタペタひたひた。あんたも今日からは歩いてるとき、不意に立ち止まってみると面白いですよ。それでね、自分がちゃんと立ち止まったにもかかわらず、足音が一つ余計に聞こえたなら気をつけた方がいいですよ。そうだね、気をつけるようにするよ。そんなに俺面白いこと話してますか？あんた、さっきからヘラヘラと笑ってばかりですね。監督と同じだ。俺のことを同情したり話を聞いたりしてるふりをしながら、その実は人のことを異常者扱いしてる目だ。そんなことはないよ。いや、俺にはわかるの。あんたの目は監督と同じだ。あの日以来もう足音は聞こえない。だから俺にはもう、あんな恐ろしい力は残ってないだろうけど、今ここでもう一度、あんたの死を願ってみる。俺に不愉快な話ばかりをする。あんたの死を。そうだな。今回は一つ、死に方も決めてみようかな。高野さんは焼け死にだったから。じゃああんたは逆に水だ。水に溺れて死ぬってのはどうだ？絶好調だった当時の俺なら、次の朝までには必ず死んでる。さて、あんたは何日後に水で死ぬかな？あんたも気をつけろよ。俺ごときにたたり殺されるな。
ハハ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 ハ